7月4日に東京ドームで行われた楽天対オリックス戦で、両チームで満塁ホームランは途切れる珍しい記録が生まれました。まず1回裏、オリックスの5番、トンブー選手がレフトへ満塁ホームラン。オリックスペースかと思われましたが、迎えた4回裏、今度は楽天の4番、浅村選手が宇宙間へ満塁ホームラン。同一試合で両チームが満塁ホームランを放つのは、2010年8月21日、ロッテ対オリックス戦での、イグジタラヒト、カラバイユ以来13年ぶり。 プロ野球16度目、パリーグでは6度目の記録となりました。